臨時とは、倉人書が、天皇の意を受けて発給する命令文書。臨時とは本来は、人間の胸の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は、天皇の口、線を元にして、蔵人が作成、発給した、公文書の要素を持った報書を指すようになった。御臨時とも呼ぶ。大上官の正式な手続きが必要な証書、直書や、 発給されるまでに、蔵人、情景、弁官など、複数の役人の間で伝言がなされた戦時に対し、臨時は、手続きが一層簡略化され、蔵人が、人間は、以下の通りと書いて、自分の名義で発行するという形式を取った。本来は公式の象直に対し私的なものであったが、内容が、政治、軍事などに関するものが多く、結果として、公文書の性質を帯びていた。 ただし、重大な法令などは依然として、正式に、証書、直書として出される場合が多く、臨時が発給されたのは、特定の相手のみを対象とした命令や、臨時の命令などが主であった。発せられた臨時の中には、記事市に特定地域の山林の自由な伐採を許可するとしたものもあった。2028年4月12日付の任外にあてた、五一条天皇臨時が書出である。 特に陰性を廃止した、後代醐天皇が臨時を陰前に変わる文書と位置づけた、県武年間から南北朝時代にかけて著しい量の臨時が出され、資料としても重要なものが多い。一方では、二条河原の楽書に、この頃と都にあるもの余地強盗計りごと臨時、とあるように臨時の偽造も横行した。後世においては、製造に高度な技術を必要として、 経費も相応にかかる白紙ではなく、低廉で非常時の臨時発給に備えやすい、中古紙からの再生紙である、薄摘紙が用紙として用いられるようになり、後に臨時には、薄摘紙を用いることを書式とする慣例が成立したために、薄摘紙を臨時紙、臨時自体を薄摘臨時と呼ぶ例も見られるようになった。ただし、天皇から、蔵人等蔵人以外の官人に対して、 作成、発給が命じられた場合には、薄積紙は用いられていない。大正寺川上流域の歴史大正寺、川上流域の歴史編纂委員会、北斗印刷、小松市日の出町、初版、120ページ、相田二郎、日本の古文書上、ありがとうございます。